さあ始まりました、ナジオリンピック、ダチョウです。さあカタールワールドカップも残すところベスト4となりました。この動画を出す時にはね、決勝のメンバー決まってるかもしれないですね。いやー、始まってみると早いですね、やっぱり。オリンピックとか世界陸上もそうやけど、始まったらあっという間やわ。また4年待たなあかんのかと思ってしまいますね。でも最後まで楽しみましょう。私は優勝クロアチアを予想してます。クロアチアをお願いしたい応援してます。はい。でね、今日話したいのは、いや、このワールドカップでサッカーの一時代が終わるなってことなんですよね。クリスチアーノ・ロナウド、メッシ、この2人が圧倒的なスターです。時代を作ってきました、この10年20年といっても過言じゃないですね。クリスチアーノ・ロナウドは37歳、メッシは35歳です。さすがにね、4年後厳しいと思います。いや、無理でしょう。クリスチアーノ・ロナウドに関しては41でしょう。メッシは39。さすがに、この2人といえどね、4年後は無理なんじゃないかなと思います。39で今回出場したのが、ブラジルのダニアウです。彼が39でした。すごいね。すごいですよ。サッカーで39はすごいですよ。この二人がおらんくなるとね、寂しいとかいうレベルじゃないですね。ほんまに時代が終わったって、まさにそんな感じがします。クリスチアーノ・ロナウドはベスト8で敗退しました。彼が唯一成し遂げていないのがワールドカップの優勝やと思います。メッシもそうですけど、ポルトガルに関しては一度もワールドカップ制覇してないですから、国としても初のワールドカップ優勝、これをね、彼は、クリスチアーノ・ロナウドは目指してたと思う。やからこそ敗退した時にね、泣いてたじゃないですか。あれほどの選手のね、男泣きはね、すごい大きな意味があると思いますよ。メッシがね、負けるとこも見たくないんですけどね。メッシにもね、ワールドカップのトロフィーあげてほしいって気持ちはありますけどね。そこは運命に身を委ねましょう。ネイマールね。あとネイマールもね、この二人に次ぐスターよね。間違いなく。彼は30歳です。4年後もまだいけると思います。ただね、ブラジルもベスト8でクロアチアに負け敗退したとき、ネイマールめちゃめちゃ泣いてました。あれもね、感動しましたが、ネイマールはまだわからん言ってますね。このまま代表を続けるのか、4年後もワールドカップに出るのかまだ分からん言ってます。我々ファンは、特にブラジルの人はまだやってほしいと思ってると思いますけど、そこはね、もう選手次第で34までいけると思います。でもね、クロアチアの試合延長の前半でネイマールが決めた時はもうすごいゴールでしたよ。展開がね、いや、さすがやな、やっぱスターやな、思いましたね。あれはすごかった。まだまだ見たいですね、ネイマール。クリロナ、メッシ、ネイマールでしょ。あとね、スアレス、カバーニ、ウルグアイコンビ、35歳。厳しいですね、この2人も。このワールドカップが最後だと思います。あとはね、モドリッチ。モドリッチもクリロナと同じで37歳です。最後ですね。クロアチアをここまで持ってきたのは、モドリッチだと思います。ベスト4に残ってます。優勝できるか、モドリッチ。最後のワールドカップ。あとはね、フランスのジルーですかね。まあ、めちゃめちゃイケメンなんで私好きなんですけど、36歳です。最後でしょう。ベスト8、最後のベスト8では、シュート決めましたね。ゴール決めましたね。ここから準決勝、決勝とジルー、ゴールを決めることができるのか。あとね、私の国で言うと、スペイン、ブスケツ。いやー、ベテラン、ここまでずっと引っ張ってきました。キャプテン務めました。最後はね、PK で決めることができず、スペイン敗退しましたけど、ブスケツ、34歳です。2010年のワールドカップ優勝メンバー。38、厳しいね。ブスケツも最後のワールドカップでしょう。そして何より、今回メンバーに選ばれなかったんですけど、セルヒオ・ラモス。36歳です。いやー、最後ね。最後ワールドカップ出てほしかったですけど、残念ながらメンバーに選ばれず、
セルヒオもね、4年後は無理でしょう。厳しいでしょう。私のオールタイムベスト。サッカー選手史上一番好きなのがセルヒオ・ラモスです。2010年ワールドカップ優勝メンバー。あとはね、こんなもんかな。あとはね、アルゼンチンのディマリアとか、いますが34歳です。あとは、イングランドハリー・ケイン、まあ、29歳。まだいけるかなっていう感じがしますね。いやね、このワールドカップ終わったらだいぶ寂しくなりますよ。4年後、クリロナ・メッシ、もしかしたらネイマールもいません。スアレス・カバーニもいません。だいぶ寂しくなります。このメッシ・クリロナに匹敵するスターが生まれるのか、ネイマールもそこまではね、達しなかったんで、まあ、そう簡単に出てくる人物じゃないんで、この10年、20年でそのレベルが出てくれば楽しくなりますね、サッカーも。まあ、何が言いたかったかというと、寂しくなります。ただそれだけです。時代の節目に来てます、サッカー。このワールドカップ、どうなるのか、最後まで楽しみましょう。見守りましょう。結果。ここまでご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録よければよろしくお願いします。